またバイトダメだった。時給良かったんだけどな。ん？おい、拾ってくれ。え、ああ、よっと。これは？助かったよ、転校生。え？覚えてねえのかよ。同じクラスのキャン歴だ。ああ、ごめん。それ、やってみるか。え？めっちゃ見てたろ、そのチラシ。バイト探してるんだ。なるべく時給高いとこ。じゃあ決まりだ。でもこのバイトって、ホストクラブ SK8。 ここ？まあ入れよ。いらっしゃいませ。え、せーの、 S、 素敵な K、君とエイト、無限大、ようこそホストクラブ SK8 へ。キラキラの天井にガラスの壁、これがホストクラブ。すげえだろ。俺たちホストはここで姫と束の間の恋をするんだ。姫？それに恋するって何？お前何も知らねえのな。お前の説明が下手なんだよ。なんで裸にジャケット？筋肉がよく見えるからだろ。ジョーだ、うちで働きたいなら俺のヘルプに入れよ。実践で教えてやる。やめておけ、チェリー。着物キラキラしてる。 AI 搭載のスパンコール着物だ。そのゴリラの指導は感覚的すぎて分かる。何事だ？黒服のスネークだ。君は？長谷川ランガです。カナダから来ました。こいつ金に困ってるみたいなんです。ここで働かせてやってください。また君は勝手なことを。ランガ、あ、お願いします。します。採用は働きぶりを見てから決める。ありがとうございます。マス、やったな、ランガ。うん、まずは先輩たちについて仕事を覚えろ。スノー。スノー？雪の国から来たスノー。君のホストネームだ。ここで本名は避けるように。俺本名だけど。ミア、チェリー、ジョーの順でヘルプにつくように。はい。俺のホストネームは？いらっしゃい。お姉さん初めてだよね。知念くん？え、嘘、どうして？本物の知念くんだ。本物って？ミアはアイドルなんだ。女の子の心をつかむためのトレーニングにホストやってる。へえ。うわー、感激。こんな近くで知念くんと話せるなんて。ここではただのミアだよ。あ、ごめん。その代わり今夜はお姉さんだけのミアだよ。いやー、ハグする？それとも一緒にチェキ取る？あ、 SNS にはアップしないで。僕たちだけの秘密だからね。うん、秘密にする。僕喉乾いちゃったな。ドリンク頼んでもいい？もちろん。シャインマスカット 200% ミアスペシャルで。ミアスペシャル入りました。ああやって独自のメニューで上位の売り上げを叩き出しているんだ。ジュースでもできるんだ。お姉さんには一番似合うカクテル頼んであげるから。ありがとう、お願い。それとこの間始めた新メニューがあるんだけど。うわ、どんなの？どんなの？すごい、あっという間に7つも注文取った。さすがはアイドル、自分の魅力をよくわかってる。いらっしゃいませ。当店は初めてですか？やだ、美形じゃない。バッグも素敵。ありがとうございます。カール。 OK マスター。服装から想定される職業はアパレル関係。センスを褒めると喜ばれるでしょう。プライドは高いものの、メイクの傾向から推測される M 度数89です。
ああやって AI の分析をイヤホンで聞いて、チェリーは最適な自分を演出するんだ。 AI ホスト、和服のホストって珍しいよね。ドアホー、年上には敬語。あ、すみません。それと店に来たらドリンクを頼むのが当たり前だろ。はい、それじゃあ俺が選んでやる。ドンペリとチーズ。ドンペリ入りました。すごい、あんな冷たいのに女の子が喜んでる。 AI アシストを的確に実行できるチェリーだからこそできる系統だ。あー、すっごい。なんだあれ、ジョーが両肩に女の子たちを乗せてる。ジョー重くない？私細くないから。え、俺の肩には羽が乗ってると思ったよ。こんなに軽いと空へ飛んでってしまわないか心配だ。ずっと俺にしがみついて離れるなよ。肩から次々女の子が失神して落下するのを見事にキャッチ&リリース。狙った魚は逃がさない。あれがグッドクッキングマッスルだ。グッドクッキングマッスル。